2012年の10月10 24日深夜1時半です。えップルからの発表イベントというものがあるということで、えー、今夜も久々に、えー、生配信で追いかけユーストをやろうという企画で進めております。えー、いつも通り私は進行を務める山村と言います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあユーストの方も絵を開けていきました。 えとツイキャスの方でお聞きいただいている方はすいません、エヴァ出ません。ユ、えーストリームの方では、えー、と音を出していきますが、ここから少しボリュームを上げていきます。ユーストの方がボリュームどうしても上がらないので、ベースの音量をちょっとだけ上げさせてもらいますが、えー、多分あのー、ツイキャスの方がちょっと音割れ気味になると思うんですね。えー、ご容赦いただけたらと思います。ちょっとツイキャスで見ている方、すいません、ちょっと音悪いって音割れてるっていう感じになるかもしれませんが、ご容赦ください。ユーストの方が ユーストで逆にご覧いただいている方、音小さいんちゃうのっていうのもあるかもしれませんが、ちょっとこの辺いくら頑張ってもこの辺は限界なんで、はい、えー、ご容赦ください。はい、えっ、ー、と、ユーストに移動するのという確認いただきましたが、ユーストには移動しません。あの、ユースト追加する両方でやってますので、えー、皆さんの視聴環境でいい方で撮っていただけたらと思います。はい、それではスカイプで o s 先生マ松尾さんつないでみたいと思います。もしもし。 追いかけて雪国に松尾です。分かれへんあ。<laughs> あの追いかけユーストですからね。あ、そういうことですか。はいはい。えー、王先生つながりましたでしょうか。はいはい。あ、どうもお疲れ様です。はい。えっ、ー、とコナタップルさんがすでに我々なのにこれ以上割るのすみませんね。 えー、ツイキャストとユーストで、なぜか音声入力レベルが全然かけ離れてまして、どっちか合わせるとどっちかひどいという状況になってしまうので、ちょっと今、中央を狙ってます。ソーカーを下げるとか、そういう技はないの,あのツイキャスト、これ、目いっぱい下げててこれなんです。もうこれ以上下がらないところまでやってるんですがで、一番小さい入力にしてるんですけど、だめなんです。もう割れた状態で走ってる。ソーカ側を上げるとか、ユースト側を上げるとか、はいう技も。ユースト側も,もう目いっぱい上げてやるんです。 <laughs> もちろんやれることは、ちょっともう、12時過ぎぐらいからずっとやってたんですけど、もう無理なんで、社内、これでいくかというようなことでしました。突然、アップルが、アップル TV でもストリームを見れるようにしますよということを言い出して、今回ちょっと驚いたんですホームページも見れます、ホームページ、今、アクセスしてるんですが、えっと、あっちですよ。 そうですね、アメリカの方のアップルスペシャルイベントというページに今アクセスしているんですが、まだ今、イラストしか出てませんね、カーディガン。ま、そうですね、いや、私も今、iPad でアップルイベントのページを見てまして、あの見てるんですが、今回、えらい急にこんなことを始めましたね。うんまあ以前もありましたけどね。 以前ってもう最後に見たのは2 0 0 0年か3年ぐらいのことでは気がします、ね、い,やいやいやちゃうちゃうちゃう生中継があったのは2010年ですね、ええ、2010年が最後でしたか、はい、2010年の秋の iPad 発表の、はい、iPod 系のイベントの時はやりましたよそうですか 僕だってその時に、はいえー、オランダに行って、直接それ見てた記憶があるもん。えー、そうですか、あのー、もう歴代のこの追いかけ輸送でずっとやってますけど、2010年やったら多分やってたと思うんで、その時マ松尾さん、どうです、覚えありますちょっと記憶にはないですね。 向こうから、えー、っと、向こうにいってた時きに、スカイプかなんかで一緒だけ参加してますよ。あ,<ー>あの野下さん入って,ってた。そう,そうそうそうですね。オランダ行かれてた時は。えー、同じ9月ぐらいでしたかね。そのイベントは。はい。はい。えー、タイムラインたくさん皆さん書いていただいてまして、なかなかこう開いなくてごめんなさい。あの、目で持って読んではいるんですけどね。ちょっと読み上げのタイミングがなかなか合わずで、ごめんなさいね。はい。 い伊方田さんからツイキャスは映像が来ずユーストは音が来ない。<laughs> いツイキャスは映像を送ってないでか。そうです。えっ、ー、とツイキャスは音だけなんですけどね。はい。えっ、ー、とまあそんなわけでずっとやってますが、あのー、もうまあアイパッド見ちゃうかと言われてもうねここ一二週間が経ちましたけど、なんかここへ来てなんか他にもっていう話もちょこちょこなんかタイムライン見てたら出てますね。出てんじゃないのっていう。はい。 どっちがワンモアシングや、分かれへんなという感じじゃないですか、まあ、まあね、で忘れてたんですけど、<laughs> iTunes が、なんか、なん,かなんですか,んかうう、iTunes のアップデートがね、全然来てないですよ、10月にやるって言ってて、はい、だからひょっとしたら、今日がその日かもしれないそれは確実にしてもらわないとね、もういい加げ、えー、<laughs> あんだけ言ってて、言ってて、で、もうなんですかポポ、ポッドキャストのことは知れと。<laughs> 何も触れずに終わるというパターン <laughs> ドキャストのトラブルは、まあどっちかというと本体のバグよりもこっち側の問題ですからねいや。 それ以外はありますよ。もちろんあも知ってるもんね。あんまり致命的じゃないんで。いや、ポッドキャストのレビュー見てたら、そんなレビューじゃないような気しますよ。<う>全世界的にもうみんな星一つで、がんがんに怒ってますよ、今。まあ、だとしたら、ぼちぼち直すでしょう <laughs> 直すんでしょうけどね。まあ、何をこう優先順位につけてるんかっていうところじゃないですけどね。まあ、でもとにかく、えー、まあ、まあ、iOS6.01 かっていう話もあるので、ま、はい、あ、そうです、ね、うか。 あのー、もうなんとかするとあかんぐらいは分かってるんじゃないの、えー、<laughs> iOS はえー、えー、iPhone5 自体の売れ行きにも影響出るでしょそうですよええー、松尾さんは今日のためになんかあの準備されたりしてましたあそうですね今日は黒糖まんじゅうと、はい、あと明治エッセルスーパーカップの抹茶今日のおやつはこういうラインナップで はい、あんまり音が出ないやつですかですはい、あそうです、そうです、あよく分かっていただけました、バリバリ言わないものにしました、タイムライン上で AppleTV で見るんだという旨を書いていただいている方、たくさんいますねあ僕も AppleTV で見ようと思うんですけど、一番困ってるのは、見てると音が出るんですけど、どうしましょうっていう <laughs>。 えーとまあまあそこそこはいいと思いますけどでも英語で喋ってはるから直接我々、ね、音入ってもそんなにこうなんですか話的に邪魔にならないとは思うんですけど、うん、そうじゃあ、えー、その BGM いや、えー、出ないとこっち側が聞いて翻訳なんか多少なれてもなんか、はい、言ってること訳そうかなと思っても聞いてなかった意味でね,ねそうですねまああのこちらとしてはエンガジェットとか GDDT とかのページで待機はしていますが あの多分会場の内外の写真っていうのは、あのアップル側からはで出ないと思うので、それはやっぱり外部のサイトのリアルタイムの写真を追いかけていこうかなと思いますね。あえー、今回の,あの美術館、美術館でしたっけ、あのなんとかいうところ。あれね、なんか、えー、あの他の人の開店のうちだと見たら。はい あの昔イベントで使ったらことあるらしいですよ、あそこ。そうなんですか。iPod かなんかのイベントの時に使ってるらしいですね。iPod ビデオ。イエルバ・ブエナセンターでしたっけいや、違います。えっと、今回のことの一応私、写真見つけてきまして、今ちょっとユーストの画面に彫り込んでみましたけど。 カ,ルえー、カリフォルニアミュ、えー、シアターでいいですね。シアターですよね。えー、iPod ビデオの発表会で使ったことがあるらしいですあそうですか ?iPod ビデオって言ったら、第4世代の後ぐらいですかえーと、それぐらいからもう覚えてないぐらいか、えー、4までは普通のモノクロやったんですよね。で、カラーが追加されて、その後ビデオやったと思うんで、えーと、まあ、あの、なんですか、めちゃくちゃ豪華というか、赤と黄色の基調にしたデザインのね。 会場の写真があったんですよね。えー、とあこれはアップルストアか。これ前まあ、今、ちょっといくつか写真を切り替えますが、えー、入り口の写真今ちょっと挟んでみましたけど、カリフォルニアってね上にネオンがあって、その下にアップルスペシャルイベントってもうちゃんとイベントの告知の看板も出てるんですね。でこの入り口からそーっと中通った写真を上げてる人もいて。 あのアップルマークからブワワワンとなんかカラフルなオーラが出てるようなポスターがあってそれがシアターの中のなんていうんですか出し物を掲示してるフレームみたいなところに全部入れてあるみたいですね全体的に今回のそのイメージがなんかアップルマークからなんかこう発せられてるようなイラストが多いんですけどなんかこれ意味してるんでしょうか iTunes の。 特にそんなな意味もいやその辺ねこの間の7色この間の時の7色系もなんか最終的にはああそういうことみたいな感じでしたからねああまあねええとちなみに今回あみたいですねあのアスキー週刊アスキーが行ってるんでメンツがあそうなんですなのでそっち側が あのライブ中継するらしいですよ、あ会場の前とかからですか、わ、うん、れわれ、ちょっとこれ、配信してるんで、リアルタイムでそれ見れないんですけど、見れる方はまたね、一緒にご覧いただきたいと思いますが、リアルタイムで見れないって、マシンがないだけでしょ、そう,すそうです、そうです、まあです、まあでもね、配,しまあ、でもうち配信してるんで、これで他のストリームの引っ張ったりなんかしたらパ、パンクとかいっぱいいっぱいになるので。 あれなんですけど今、グーグルストリートビューでそのカリフォルニアの、ね、シアターの前のちょっとドンなんかを見てますけどもなんか思ったより派手さがなくてちょっとこじんまりした感じなんですけど西海岸のの劇場のある街ってこんんんななな感じなんですかなんかもっとブロードウェイみたいなの想像したんですけどいや,いや、あの席ですから何言ってる <laughs> まあね、ちょっとそういうのじゃないのかもしれないですけど、はい、ちょっとこじゃれたなんかいいレストランみたいな感じにも見えますけどね。はい えー、こう、あれですよね、結構、その、はい、アップルからそのイベントの後配信される映像を見てると、結構広そうに見えますけど、はい、この間の,の NHK のジョブズ特番の再放送を見てたりすると、結構、こじんまりした会場だなとかいうのが、そういう印象を受けたりしますね。はいえー でもこの会場に今日は報道陣とかテレビ局、まあ、含めていろんな人がどーっと詰めかけてるわけですよね、今そうですねいつものあの会場と違ってなんかちょっとたむろする場所がないように思うんですけどこれってどないしてはるんでしょうねいやいや劇場ですから、えー、ロビーがあるでしょあ中のロビーでじゃあ待たされる感じですか、うん、はい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 え、ね、これ招待受けた日本からもじゃあいっぱいこのインビテーションもらって詰めかけてこう準備中の さっきのアスキーさんもそうでしょうけど週刊アスキーも言ってるよ林信之氏も言ってたしそれから、えー、と石川さんも言ってるでしょうし柳、はい、さんも言ってるのかな柳、えー、さんは言ってないのかな、はい、そう分かんないですけどはい、ま、たくさんね言ってらっしゃるでしょうね、はいえー、パールさんから iPad で見ようと思ったけど9秒ぐらい遅れるので m a c b o o k p r で見ることにしようと言っいただいてますね、はい さあまあそんなわけで。まれは難しいですよね。はい。えー、あとまあ20分弱ぐらいで始まるんですけど、なんか今日すっごくあっさり簡単に紹介してすぐに終わっちゃうような気がするんです。そんな気しません。っていうかね、<laughs> ええ、あの、出てる話が全部本前やとしたら、ええ、やってられへんぐらい時間ある、時間必要でしょ。あの内容全部発表するということですかいろんなものね。そんなありえへんと思うんで、多分いくつかもう。はい 発表んゃないのちゃうかなと思ってあ、まあ、今ちょっと懸案に考えたらハードとソフトまずこの2つですよね。うん、でそれでもまあハードとして今最大も起こされてるのは iPad mini、まあ、次いで Mac Pro Mac、うん、MacBook Pro や iMacBook Pro の1 3チレーティナっていうのが一番あれでしょ、えー、でその次に iMac、えー、のアップデートがあるかもしれないし、はい、Mac mini のアップデートがあるかもしれないでしょはい。 まあこの辺がだからハードウェアじゃないですか。えー、あとソフトウェアとしては iOS のアップデートがあるかもしれないし、えー、えー、あとなんだろう。あ、iTunes だね。はい。だそれぐらいあるわけで、はい。これ全部やるものは結構な時間かかると思うんですけどね。<laughs> 特に iPad mini はそれなりにやらないと時間かからざるを得ないわけでしょ。うん、はい。ええー、 まあ,あとはソフト、先みたいに iTunes がありますとかね、まあ、iOS のこととかね、まあ、iOS なんかもう別の機会にされそうな気しますけどね。っていうか、iOS はこそってあげるかもね。ああ、もうマイ,マイナーアップデートだからね。でも、もう6.01.1が来るいう話でもう決まってるような感じになってるじゃないですか。で、01はね、6.1まではまだいかないと思いますけど。はい、あ、そうですか。ね、え、6.0.1ですよ。あ、6.0.1の話、ええ。ええ。 えー、なんかあのー、今、こっちツイキャスの方のタイムライン見てますちょっと音回ってるというご意見もあるんですけど他の方、どうでしょうかはいすみません一応な、回ってないはずなんですけどねすみません、えー、注意はしているんですかね最初の頃の iPad と違ってもうある程度、皆さん行き渡ってるからまあセカンド iPad。<laughs> <laughs> そういう言葉があるのかどうかわからないですけどそういうので購入という感じの話になってくるんでしょうかねでまあ数字間違ってないと思います、ねえーえー、サブの iPad とかえー、だからパソコンのサブに位置する iPad だったはずが iPad の中でもうすでに形成されてしまってサブをサブとメインになるという、うん、そういうことですか <laughs> だんだんタブレットだけでいいじゃんですよい。はい、だからあので、えーと、電話機能って言ったら変な言い方かな、えー、要するに 3G とかその、いわゆる契約、えー、セラーかあの回線のやつをつけるかどうかですよ、LT は。ああね、で例えば NEXA7 より、w i f i だけっていう線もあるわけですよね。はい それをどうするんやろうなっていうのは、ちょっと気になるところですね。でもなんか、今のようなんか、えー噂、噂だと、はいえー、ソフバンと au と両方から売りますみたいな話が出てるんで、えー、やっとすると、まあ、契約もありの方,方にするのかなっていう、そうですよね。えー、報酬回線使える、するっていう。はいえー まあ、私はあまりそのテザリング、めちゃくちゃ欲しい派ではなかったですけども、ここへ来て、日本のソフトバンクや a 両方とも iPhone5 でテザリングを OK にして、まあ、今、始まっていない、ソフトバンクは始まっていませんけど、そういうのがあるとなると、ちょうど iPad を複数台持ちの人にしたら、片方としても、どっちかは w i f i にするでしょうね、両方ともキャリアの携帯,機能携帯電話というか、通信機能を持たせてモデル化するとなかなか少ないんちゃうかなと思うんですけど。 うんまあでも、ええ、ねキャリアに売ってもらう方が、アップル的にはお金儲かるから、そっちの方がいいのかなとかまあもちろんそうしたいところでしょうけど、現状、まあ、やっぱり w i f i モデルが一番売れてるでしょう。そういや、と思いますよあの、すごい私の小さな狭い範囲の大阪の資料を見てるだけなんですけど、も、ま、う、あ、圧倒的に w i f i ですよね。 <laughs> そんな怒られるんんですけどそんなことないと思いますよ業務で入れてるとこはもう基本的に、はいそうですね、法人でたくさん入れてるとこはそうしないと意味ないんでちなみに iPhone5 経由のテザリングでの w i f i で位置情報ってつ使えるんですか、ね、あ取れません あ、ですか。はい、じゃあ、iPad で位置情報を使いたいっていう人は、あのやっぱりそのだ、えーっ、だから w i f i、はい、w i f i 経由の,てあの位置情報は取れますけど、いわゆる GPS の位置情報はあの別に iPhone から転送されてくるわけではないので、はい、正確な位置情報は結局取れないですね。はいはい まあでも、テザリングを言うて iPhone5 をそこへ持ってる時点でもうその GPS 使った方が早いような気もしますけどね。あ、ういう意味が ?iPad で、iPad のあの画面、広い画面で位置情報が使いたい人もいるんじゃないかなと思うんですよ。ああ、そういうことですね。いや、それが割合は分かんないですけどね。僕はそこにこだわって以前、あの、えうん。 新しいののプリペイド、えっ、ー、とですね、えー、あ、新しいほうの iPad は、えー、あ、もう本当に普通の 3G、えー、付きにしましたけど、はい、その前は、はいえー、iPad2 のとき、はいえー、あれなんですよね、Wi−Fi 中心で使うんだけど、はい、プリペイドの 3G にしたんですよね。はい、えっと。 最初の, v 機種のツイートで会場に入りましたっていう、はい、あそうなんですねじゃあまあ今ユーの画面に出してるようなこういう何ですかね、えー、すごい昔の昔のというかクラシックな感じの劇場のドアを開けてどんどん皆さん入っていってるそんな感じなんでしょうね。えー 会場の中の状況っていうのが、これ、写真、どっかブログに上がれへんか見て,みてるんですよちょっとまだ上がりませんね。まだ無理でしょう、そ,そんまだね、誰か上げてちょうだいと思いますけど、はい、もしかしたら、はいどなたかの iPhone がブルブル震えてるもしれまあもう思いきり私の iPhone が言いました、ごめんなさい、はいはい、また方法を言ってると言われますね。あ <laughs> あのれですかはい あの最悪あの起こしてもらうためですかいやそれもあるんですけどね、あのー、うちの iPhone、なんでか知らんけど、エコーフォンとかでそのツイートの入りましたよっていうのを知らせるのを切ってても、うん、なんかなるんですよ、これ、ちょっと、なんでなんねんと思うんですよね。ごめんなさい、その話はどうでもよくてですっ、ねえー、と石川さんとかの、はい、えとツイートでは写真が上がってますね、あそうですか中の。 えー、それを見たくて、今ちょっとね、画面の方リロードなんかしたりするんですけど、<っ>そういうのは全然こっちには。ツイッターから拾ったらいいと思いますけど、あそうですか、ツイッター開けるかな、頑張ってみましょう、マック頑張ってくれ、<laughs> 最近ね、ほんまにあのマックに声かけない、頑張ってくれへん時計があるような気がして、ね、ダメですね、そんなに言っと、たら。AppleTV、えーはい、ライブストリーム始まってますという書き込みがありました。 今、リロードかけたら、あ来てます、来てます、画面が、さすがにそれをここへ混ぜると怒られるので、怒られるというか、まあ、あそれでできないですよ<で>もちろんあのちょっとそれしませんけど、まあ、皆さんもどうせお手元でも同じように見てらっしゃるでしょうから、それはみんなそれ、ね、見てるんやから、それはしなくてあこちらではね、それ以外の、なんてうの、やってるやってる、会場、流れてるよ、会場、聞こえてる音楽が。はい 何の音楽でしょうね、これは。ビートルズですかええー、ちょっと待ってな。こういう時はですね、シャサブを使うわけです。はい。えー、はい。ハリーさんは、アップル TV アップデートやっと終わった。ギリギリ間に合いましたね。はい。これ、アップル TV のアップデートまだ終われへんいう人、やきもやくするでしょうね。<laughs> 見たいのにとかいう感じで。せっかくアイパ d a p p TV 見れるのに。えっとね。はい。 えー、グリジービア、ベア、ビアかなはい。ベア、グリジービア2 weeks っていうやつがそうです。なんか今日の。i t u n e ズフェスティバルでもかかったかない<あ>や、そ、そ、わからへんだ。そこまではわかかるらへ、うん。i t u n e ズにはあるそうです。はい。えー、劇場の中の天井、それから壁を舐めるようにしてカメラが撮影していってまして、 なんて言うんてうですかねあのフリスキーモンプチのコマーシャルの時に使うとぴったりくるようなゴージャス感のある <laughs> <laughs> あのすみません、そんなにそういう表現でするね <laughs> いやでもなんかそういう一番なん,かなんて言うんですか私的には皆さんに分かってもらえるかなという、はいえー、ゴン藤さんも AppleTV アップデート終わらなくて諦めたそうです、はい、ホームページからも見れますからはい えー、はい GDGT の方とかにも画像が上がり始めました壇上のアップルストアアップルマークが付いたスクリーンを撮影しているんでしょうかアップルマークの映画出てますあそうでう、ねはい、あそうですね壇上にはスクリーンが出てますねあのー、これ私のパッド今みたいあのー、会場の中に座ってる方たちの見た印象だけで言いますあのー ご高齢の方が今日多いような気がするんですが、気のせいでしょうか、えそうだ <laughs> なんとなく若い方が少ないように見えたんですが、そ今ちょろっと映ったんですけどあの、なんとなくそんなふうに思いました、はいえーはい。ブラフォードさんは AppleTV ア,アップデート間に合いました。確かにこじんまりした会場ではありますけど、まあ今日の発表にふさわしい場所。こじんまりって言うけどこれ、えー 1000、まあ、人ぐらいは入れますよ、これ。はいあ、そうですか、そんなに入るんですか。2階席あるでしょ、<で>これ、はいえー。かなり高い位置からのカメラで、今、俯瞰で見るような感じで撮影されていて、これは PA 宅でしょうかね、なんかあの明るくとっている一角がありましたね。たはい、というわけでもう一回、したらもうまた。<laughs> はい、はい、えー ジャクソンさんがマックウェブキャスターさんと公式ストリームとワンボタンで音がぐちゃぐちゃで、<laughs> <laughs> それはねみんな <laughs> 全部一片はきついと思いますよ。<laughs> すみません。あ、しちった。はい、笑ったから配信会社のもうが、<laughs> <laughs> ああすみません。はい。あの,あの何人かの方が書いてらっしゃいますけど、やっぱりあの配信がすごく綺麗と。ええとね。そうですよね。 まあ、昔のあのジョブズさん存命の時にやってたストリームのあのボロボロのブロックノイズの、ね、映像、我々よく見ましたけど、あれから考えたら。うんね、解像度っちゃ自体も荒かったですよね。完全にあの HD ですね,ね<え>、えっと。今流れてるのは、フォースター・ザ・ピープルっていうところ、ハウディディっていう曲らしいですよ。フーディにいっちゃいますかね。 アウルシティを最近やっと知ったなと思いきや、もうまたこれ、全然知らないアーティストの曲が。なんかね、アウルシティってサマソニか、なんかフジロックか、フジロックや、フジロック出てたらしいですよ。そうですよね、ツイートでいただきましたけど、サマソニ、サマソニじゃないよね。すごいあれね、会場のなんか、すごいこう、歴史があるみたいな感じを一生懸命出してるよねそうですね。 えーまあ、それなりの内容ですよということを、なんとなくこれがアピールしてるのかもしれないですが。ななななかなか今ままでにないパターンな気がしますねというか、今までって、<し>あのもう基調講演始まってからが、はい、あのオンラインに、基調講演というか、ジョブズなり、 ククックさんなりがこう話し始めてからがこう配信されてたような気がするあそうで、すねそう言われりゃそうですね。前直前の様子を流してることはなかったですけど、はいはい、今回は事前にやってるけど、同じ演出こらんでええやんっていう感じがこの辺はカメラマンとか、配信側の何かか,かもしれなか。でしょうね。 えー、タイムライン上でなんでアップル TV の話してるんですかというご意見があるんですがもともとは今日のこのアップル側の公式ストリーミングアップル TV で見れるという情報がさっき駆け巡ったのでアップル TV でしか見れないと私らは思ってたんですよそれのためですねそうしたら今アップルのホームページからアップルコムの方ですね,ね日本じゃなくてアメリカの本家のサイトからで、えー、私も今それをつないで iPad で見てます<え>、はい、僕は今アップル TV でずっと見てますあはい えー、今日はテレビといえば TBS が放送事故を起こして結構話題になってましたね。間違って出た絵っていうのを写真撮った人がいて確かにこれが一瞬出たらびっくりするよなっていう意味不明の写真なんですよ。なんかあの宇宙人を撮影すぎましたみたいな意味不明の写真なんで。はい <laughs> あと3分で始まるところでその話を持ってくるか <laughs> すいません <laughs> えー、まあただずっと映像がこんな調子なんで変わりはしないんでねどうしようかなっていうのもあったんですが、はい、今あの会場注意が入りましたねあそうですか <laughs> はい私も注意します <laughs> また曲変わってませんか今、まあ、曲変わりましたよねちょっと派手っぽい曲になってますが このクレーンでカメラ多分やってると思うんですけどやたら使いたがってるのが分かりますねこの動き見てると。と <laughs>、はい、いうのが今の曲で、はい えー、このタップさん、ユーストでは映画動いてないのって言って、アップルのストリーミングをそのまま流すことは許されません,なれませんので、<あ>はい、今、GDDT、毎年はエンガジェットのサイトを参照させてもらってます。はい、あタイガーはアップルの公式配信できません。はい <laughs> え はいあのタイガー OS タイガーではダメですねああそうあー、OS、です6以降でないと多分できない、うん、そうですねなんかあのこの時間にこの男性の英語のなんかちょっとアナウンス聞こえてくると異様に眠気誘うんですけど <laughs> 私はあのさっきまでほんまに寝そうやったんです僕は1時25分のアラームで起きるのがちょっとつらかったです。はいはいはい さあえー、とアップルのスタッフの方たちというのがちょっと見えないような気がしますが、ひょっとしたらいつものような、原色の派手なシャツを着たりとかはしていないのかもしれないですね。あキーノーとスタッフですか、えーまあ、それいないかもしれませんよね、もうはい、だって招待客ばっかしないし、あんまりめちゃなこともないでしょ、はいまあ、あるいは雰囲気に合わせて、黒とか濃い色のあまり目立たない服装なんかもしれないですけどねさあもうすぐ始まります。はい えー、のりつきさん 3D おいしそうというねカメラワークに対して <laughs> はいわかります、はい、もう多分1分切りましたね。 壇上には大きく白抜きのアップルマークが今掲げられてますが、えー、やはり最初はティム・コックさんでしょうね <laughs> 当たり前だろ <laughs>、ね、いやまあそうなんですけど <laughs> ティム・コックさんどんな過去で今日現れるでしょうねそうですね曲が終わるから、はいですね、あ途中で来た やっぱり今日タイムライン見てますと Apple TV 初めて使うとか久し,久しぶりに使うとかいうご意見もあって、ねあのまあ、なかなかこう買ってからあんまり使ってない方も結構いるんですよね。ままだ純子さんオペラ座みたいという 時,計時刻は2時1分、私の家の時計ですけどね、多分あのずっと合わせてるので、間違いないと思いますが、ちょっとやっぱり時差ありますね、大江先生のところの音が漏れ聞こえてて、うスカイプ越しに聞いてでも、ちょっとやっぱり時差あるんですね、これね、はい、私のところではまだ人が喋ってないですね。す はいえー、ティム・クック氏、壇上に登場。い今回の、えー、広告といいますかね、えー、招待状にも使われているような、派手なアップルマークから放射状に七色の光が広がっているようなポスターといいますか、絵 <laughs> の前に、えー、クックさん、立たれています。 えー、なんか、アップルのストリーミングには、なんか2012年、アップルオールライト・リザーブドっていうああ映画が来なくなりましたけど、大丈夫ですか、ね、まずは iPhone のアップデートから。はいえー、iPhone5 をまず込めてますが、はい、えー、壇上のスクリーンに今、大きくアップル、えー、iPhone の白と黒のモデルの写真500万台。一番最初の週末で売れましたという。 一番売れも一番早くガンガン売れた iPhone ですということしはい、今やっと私のところでクックさん出てきました。<laughs> 遅すぎや。遅い、なんでこんな差あるんでしょうね。 とりあえずビデオみたいですね、はいえー、クックさんの今日の入れたち、濃いグレーのポロシャツでしょうか、<れ>はいえー、ビデオの,そのなんかなんすか製品のもう一度振り返ってっていう感じのビデオでしょうか。iPhone5 で並んでいる人たちやってますね。はいあ えー、GTDT のサイトには、iPad で街の中を撮影しているような例の写真が出てますけど、そうそう、う全部一緒ですよ、ね、iPhone5 で並んでる列の上層をずっとこう、はい、ビデオで撮ったやつを流してます。はい、あ言うてくれたら、私、映像提供するのにね、ストア内も映してますから、そうですか。<laughs> でね、震災後のシーンも出てくれば、山村さんも映ってるかもしれませんが。ね えー、ニューヨークとかですねはい何ですかアップルはあの過去はアップルスター前の撮影してる人をなんか奨励してくれるそんなわけないはい <laughs>、えー、完全にうちの方が映像遅れてましてタイムラインと大先生の話が一番早くてですね <laughs> そ,れそれ聞いてから映像がやっと今見れてるような状態ですねリロードしてちょっといきましょうはいリロードしたらもう来ました そうですね。いろんな国のストア,アップルストアの映像が出てますねどうです日本とか出てきましたいやー日本はないですねああそうですか、はい、ぜひ大阪も映してほしいもんですよそのうち最後の方だったらまた出てくるかもよああそうですねはい店内で iPhone5 のパッケージを開けてどんどん積み上げているようなところもありましたね 上海やな、い今のは。ああ、これ上海ですね。はい。丸いの映ってたから。一瞬、アジア系の家族の方が映っ,ってましたですね。あれ日本かどうか分かんなかったです。ではなさそうな感じがしましたけど。ああ、そうですか。はい。ということで、もう一回また、はい。えー、戻ってきました。 はいえー、壇上にまたあい、この間発表になったばっかりの iPodTouch とか iPodNano の写真が出てますね、えー、その前でティム・コック氏がなんか発表してるんでしょうか。まあこれも iPodTouch とあの Nano のおさらいですね、はいえー、Bluetooth 入ってますよとか、そういう話をしてる。<laughs> なんかいきなり業績発表にならないのが、なんか、この後業績の話するんでしょうか、まあ、こういう場所はあんまりそういうことしないですかね、はいまあ、ザ・バージで褒められましたという、まあザ・バージを褒めて当たり前なんで、別にまあこのあたりがだ、いつもの WWDC なんかでいうと、業績発表に当たるような部分ですかね。 まだなんかあんまり時間経ってないからそれから業績言うほどにはいかない壇上には数字の6と書かれたアイコンが出ていて iOS6 の話に触れているようですね。<laughs> えーまあ、タイムラインで今日のワンボタンのこのニューをご覧いただいている方お手元でアップルのストリーミングが見れないとちょっとなかなか楽しめないかもしれませんがすいません、はいえー、ちょくちょくは私も喋っていきますがいつもほどは口数がちょっと多くはならないのでごめんなさいね、はい、iOS6200、はい、え2億 <laughs> 2億もダウンロードされているらしいですよ <laughs> あ そうですね、えー、と200ミリオンと書いてるように見えますから。200ミリオンやからそうだじゃん。ねはい、2000万、2億ですね。はい。そうかそんなに、そんなにダウンロードされてるっていうことは、どれぐらいみんなデフォルトでやったかっていうことですね。そういうことですね。はい。えー、コックさん、 心なしか、ちょっと笑顔というか、なんか本当に心底、今、面白いことを頭の中にあって、笑いをかみ殺したように喋ってるように見受けられます。まあ、これも演出なのかもしれないんですが。はい、今、ドキュメンツインザクラウドのお話で、はい、クラウドの中にドキュメントをあの書類を彫り込んでおいたら全部でお聞きしますよとか、そういう話。今、えー、と1億万の、はい えっと、ドキュメントが今、クラウドの中にありますっていう。いう話ですね。はい。あと、iMessage の話。はい。あと、iMessage がどれぐらい出たとか、そういう話なんでしょうけど、えー、ですね。はい、えー、今、ちょっと私の手元の Apple のストリーミングが映画来なくなりました。<あ> <laughs> なんか、あの、結構動かなくなりましたというのがですけど。はい。 えー、来るんですけどね、動かないんですよ。リロードかけたら、止めでまたやってくるという感じですね。はいえー、今度は300ビリオンという字も出てきますね300ビリオンっていうと、どんだけ ?3 兆個 <laughs> ですか、ちょっとごめんなさい、すぐ計算できないんですが、マウンテンライオンのアイコンの絵もさっきちょっと出てましたね。ええー、はい、アイメッセージだから<イ>ですね。えー、28, 2万、は、8000、い、アイメッセージが1秒間で送られてるそうですよ。はい <laughs> えー、実はゲームセンターの話と。まあ、もうこの辺復習ですよね、結局。そうですね。ということは、今日、それほど詰め込んだ内容ではないような気がしますね。最初、こういうおさらいの時間、枕で設けるというのは。まあでしょうね、アップデートは、だからもう、下手したら、はい、もう、リリースしか流さないかもしれ,かもしれませんね、はいえー。シェアードフォトストリームが使えるようになりましたフォトストリーム、シェアードフォトストリームは便利です、はい、確かに。はい、えー ただフォトストリームね、解く時勘違いして入れっぱなしの時きあってねあ、消すの忘れてたとかあるんですけど、はい、どっかで地図の話に触れるかどうかですよね、今日はね、まあでも、触れないわけにいかないと思いますけどね、7000万の写真が共有されてますとか、仮に iPad であれ、あのなんかもう、iOS の話をしている流れで、地図をスルーするのは、 ちょっとなかなか難しいんじゃないかと思いますが、はい、70万の iOS アプリでうちに27万5000個の,、はい、の iPad アプリがあってというような話でまた、まあ、いつものおさらいですね。これもはい えー、プロユデさんは、ろくろ回してますねというツッコミをきますけど、確かにそうですね、<laughs> えー、クック氏といえども、ろくろは回してしまうという、はい、確かにろくろ回してるような気もしますね。はい、おお、35ビリオン、はいえー、35ビリオンのなんでしょうのアップあ、アプリがダウンロードされました、iPad 上でですか いやいや、あの,全あの全体で全体でですね。はい。ビリオンって、えっ、ー、と、ビリオンの一つでやから、<laughs> えっとですね、1億だ ?35 億ですか。じゃあ、さえっ、ー、と、三百五十億や。<laughs> はい。えっと、はい。<laughs> ビリオン、六点五ビリオン。 デ最近よくやるあのアップルマークの入った小切手を切った絵が、ね、出てますね。はい、ティム・クックッささんののサインがあります話たと、はい、日本で最も、えー、今期待されてる iBooks、<laughs> あのほとんど先、話題に上がらないですの、ね、なんかね、寂しいな日本では上がらないので、ねはいまあ、でも海外ではこれだけっていう話よね、150万の本が一応買えますという、はい、160万冊の本ですか、150万あ150万冊の本が買えるという、ね。実際にあの4億冊ダウンロードされてるはいう、はいはいえー、その例が iPad で iBooks を表示して、これは小説か何かでしょうか、英語の。 え文章だけのページがね映っている例があります。確かに、ちょっとこの前も要書のコーナーの話。はい、iBooks の新しいバージョンが出るそうです。あはい、えー、何かそれについての話ですね、今。おお。 あだから今まではページをめくるやったけど、はい、もうずっと縦に方向にずっと連続スクロールできるようにします。え、どうして <laughs> どうしてここへ来てそれをやめて変えちゃうんでしょうねいやいや、それで,できるようにしますね。両方できるんじゃないですか両方できるんですかライトボードをさ備えるらしいですよ。白黒<あ>逆転画面上で白黒判断してたのはそういうことですかはい。<で>えー、あと、アイクラウドをダウン、iCloud から。はい。 あとフェイスブックやツイッターでコメント出すとかあ引用した形のようなことですねではい、まあ、この辺は今の iOS ならいいでできてるんで、ねはい。だからまあ,あのその辺に追いついた感じですよねあコリアンに行けるようになったそうですあ韓国語の、えー、iBooks の書籍も出るようになるということですねチャイリーズも、はいえー、だフォント入れないといけないんでねジャパニーズも はははいはい、はい。えっ、ー、と、iOS バーちゃんとできるようなんちゃんとできるというのは、えー、今までルビ b が触れるようになってます、ねあ。ああ、そういうことです、ね。だから、あのー、はい、あれですよね、イーパブの新しいバージョンにちゃんと、はい、あのー、対応したということですね。おお。はぉ、EPUB3 か。はい。E はい、えー、フリーダウンロード。なおかな、これ。なおですか。あいきなり m ックに行ってしまいました。あの地図の話はスルーされました。ああ、それはいいのか。 それでいいのか、はい、ああちなみに、縦書き対応で、ね、したよ。i ス。o イ i ッ o ス何対応ですか縦書き対応。縦書き対応ですかあ日本語のものですね。はい、日本語と中国語は縦書き対応ですね、はいえー。私のところの手元ではまだ i ッ o スの話のストリーミングですが、もうマックへ行ってるんですね。 えー、6 years という大きな文字がダンジョンに出てますえ、6年間の間の、のずっとカスタマーサティスファクションナンバーワンですっていう、あ、なるほど。話ですけど、はい、えー。コンシューマーレポーツとかね、PC。ナンバーワンデスクトップでもありますとか、とかはい。ノートブックでもナンバーワンですと。はい。まあ、自慢ばっかしですね。まあ、このあたりはもうね、いつものことですね。<laughs> えー さあ時刻は2時15分になりました、えー、目新しい話としては先ほどの i b o スが1つ出てましたさあ中出ますでしょうかあ止まってもったはいえー、私の方のストーリーが止まってしまいましたあそうですか私のところも今追っかけてみていますが、えー、イヤーオーバーイヤーグロースというね グラフも出てます。アイマックとトマッ、ね、<laughs> クブックプロの写真が出てますが。両方出たといことは両方アップデートするんですかね。はい、えー。固まってくるのが。<あ><も>フィルシラーが出てきますよ。フィルシラーが。フィ,フィルシラーの方が最近なんかあれですね。ジョブズっぽい格好しますよね。 あそうですか、えー、<laughs> 黒いシャツ着てるんですか、今日。黒いシャツタートルネックではないですけど、黒いシャツ、それからジーンズですね、はいえー。レティナーのやつを2、3か月前に出しましたよっていう。はいえーあ エンガジェットとかワイヤードのひひ評判を引いた言葉が壇上に、ね、スクリーンで、ね、山浦さんの方が今さっき言ってるなあ <laughs> いやすめまなんこれは GDT の写真を見て喋ってます<あ>あのストリーミングはいまだにまだアイフあのやっと i ッ o ス終わったぐらいです,です <laughs> 遅いですこっちは、はい、まあエンガジェットにしてもバージュにしてもワイヤードにしても基本褒める方なんでそうですね <laughs> であまりこれの評判は当てにしてもしょうがないと思うんで まあこの流れなら、多分ア iMac か MacBookPro どちらかニューモデル出る、まあ、あのレティナって言ってる以上は13インチレティナはやるでしょうし、はい、もしかしたら iMac もやるかもしれませんね。はいはいえー、何か見たことのないデスクトップの絵をつけた MacBookPro の写真が出ました、はい、13インチと言いましたね、はい、レティナって言ったかどうかあれなんですけど。はい えー、ダンジョンのスクリーンには20%シナーと書いてあるんですね、はい、13インチ0インチです、はい、従来モデルよりも20%薄くなったというふうに言ってますか、うんまあ、0.75インチえ、0.75インチの厚みですねあ、厚みがですねだから20%薄くなりましたよね、はいはいはい なってます。僕の方がちょっと今、あの gdg テってより遅くなってますから。はいえー、サンチャッーポルトに二つですね。U. S. B. が三つ。ヘッドホン一つ。U. S. B. スリーですね。あ、U. S. B. スリーですね。ないあの、U. S. B. スリー。すいません。U. S. B. スが一つ。はい。 えー、で、反対側にもう一つ USB-C と HDMI、それから SD カードですね。はい、そうなの、デュアルマイクスって書いてますよ。いや、だってそれは前からそうじゃないですか。あ,あ、そっか。あの、内蔵,内蔵マイクが二つってことですね。はい、HDMI と SD カードでしょはい。これ、よう考えたらサンダーボールとか二つあって、HDMI、はい、があるってことは、全部で三つディスプレイつけられるようだね。 えっと、マシン的にその無理な場合もありますけど、まあ、わかんないですけどね。はい。あ十三インチ待ってた方には。ええー。三点五七という数字は重さでしょうか。なんか数字が出ましたね。ああ、三点五七ポンドと。はい。ええー。すごいな。 はいえー、と画面のサイズについてもお話しあふれているみたいですね、ピクセル数について、壇上の,その新しいマット、400万ピクセル、はいえー、最大幅、横ですかワールドセカンドハイエストレゾリューションの登録、わざわざもちろんそうですね、15インチで決<あ>まってるから、そうですねいやでも13インチで横幅2560出せるんやったら、もう今の15インチ、ちょっと前の15インチ使ってる人からやったら、13インチでもええわということにならないですか。いやそうですよ もちろんですよね。そういう買い替えを狙ってるんやと思いますけどね。はい。あの、おなじみのえ次が確実に広いわけやから。そうですね。これ、あとはスペックですね。CPU、何を積んでくるか。CPU ですか。えー、えー。あとは、まあ、数,数,数は、まあ、先ほどのあれですけど、うん。IPS ですね。178。17 はい、あのアングルで,ですねあの、四角アングルで,ですね。えー、70でしょうっていうコメントがありますが、い,はい、いくらなんでしょうね、実際、僕もそれは気に入らない私は多分15万、日本円、円、まあ、向こうはアメリカだから、149ドルぐらいで出していくんじゃないでしょうか。149ドルは安すぎやろ、1400ドルやろ、<う> <laughs> 1490ドルだろ、それ、はい。どうでしょう、いや、分かんないですけどね。はい それぐらいは期待したいじゃないですか。えはい、どうなったかああ、こたつが恋しいとかいゃますけど、寒いところでご覧になってるんですね。はい、今日は寒いからあ,のあったかくしておいてくださいね。はい、えー、今、半袖シャツ一丁です。<laughs> すいません。風、く風 <laughs>、今、えー、フィルシラシがずっとこのスペックについて話をされてるですか。そうですね でレイティナディスプレイに対応したアプリケーションがこんだけありますっていう話ですね、今、はいえー、やっぱりだん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 レイティナに対応するのもだんだん増えてきましたけど、はい、まだまだ少ないですね、そうですねちゃんとレイティナに対応してくれないとしんどいですから、はい、<laughs> 結局、意味がないのでまあ珍しいなと思いますのは、この新しい MacBookPro の,のここはこういう部品,部品ですよ、部分ですよっていうなんか説明書きがついた写真が出まして。 ちょっと珍しいなと思いましたね。赤のファンとかもまあ一緒みたいですね。はい、基本的に15インチとかと。あ<ー>あ、静音ファン、うん、ですね。えー、あの15インチと同じで、内部の部品がほとんど黒ですね、これ。ねえー。黒。なんとなく怒ってるおじさんの顔にも見えますけど。ブ <laughs> <laughs>、e、7のバージョンもあるみたいですよ。はい、あえー、そうですね。ここででの IB ブリッジではい、はい インテルグラフィックスか。インテルか。ラデオン積んで欲しかったな。え六、ー、768GB でフラッシュが積めるらしいです。あ、マックスがですね。これ,、えー、これそうらしいです、ねはいはい。メモリー 8GB RAM というのが見えますけど、これデフォルトで 8GB でしょうか。はい、デフォルト 8GB じゃん。<も>最近は。<あ>そ,その場合は多分アップトゥーって書くと思うから。はい。ああ、そうですね。 なんとなく来ないで見るともうラムも当然ユーザーの交換できそうにないように見えますね大きな助けですねああそんな時代ですよええー、七時間バッテリーですか、ね、えー。いやあとはもうこれでお値段魅力的であればもうユーザー万々歳なんですがどうでしょうかあとはマウンテンラインを積んでるからこんなことできますよみたいな話があ,あなるほど音声入力がドロフォールとかですねはい Wi-Fi で AirPlay が。a i r p l のおかげでディスプレイのところがメニューに出なくな、メニューバイ出なくなって、かえって不便なんやけどな。お値段出ました。はい <laughs>。はい。はい、え六百九十九ドル。はい。なんか、山本さん割と当たってるや,やもうちょっと、ちょっと高かったですよ、ま、たててね。まだ塩水。えぇ、でも、でも日本エアだと多分十五万ぐらいですよ。そうですね。 お、十五は切ると思います。二点五デュアルコアの、デュアルのコアアイファですから。まあ、四十構成ですね。百二十八ギガ。フラッシュ。といことは最大構成だと、多分二十万。持ってね、いくでしょう。あ、はい。今ジョニーアイブとボブマンスフィールドが映りましたね。はい、キャドスはい。はい。来てるってことですね。いつものコンビですね。はい。そうですね。あのお二方、い、いつも並んでる感じしますね。あ。 あの二人があのリアルタイムであれをやればいいと思うや <laughs> ああ、はいはい,はい、はい。なぜかビデオでしか登場したいんですよ。リアルタイムでやると面白いと思うんだけど、ポッ、えー、と、はいえー。まあでも読みあえてて、あの二人で<お>やるまで。トゥデーですかトゥデ y です。あまあマーク系は最近もう大体トゥデ y すぐ発売のこと多いですからね。でもレティラー15日時間かかったよ。えー、あそうでしたっけ スタートシッピングじゃなくて、<ー>予約はできたけど、シッピングではなかったですね、今回はい、CM 映像みたいですねお。なるほど、じゃあ期待して、ちょっと待ちたいと思いますが。これ、構成がこれ以外にもあるんかどうかは知りたいなそうですね。まあ、でも、事実上、これが、まあ、MacBook Pro シリーズのエントリー,エントリーマシーンになるでしょうから、あんまりいろんなものを増やすいやいやあの、従来の13インチも絶対売るって、高すぎやもうこのままやと。あ、そうですか。 当たり前や、えー、なんかでも、エアーとこういうのが出てあったら、もう今までの MacBookPro13 インチ、そのまま収束してしまいそうな気がしますがいやいやいや、いや絶対それなくなることはないないですか。ほら、MacBookPro は1199ドルからっていうのはやっぱり残ってるもん、はい、レティナが1699ドル、えーはい、やっぱりレティナはだからハイエンド機種です、ねあ、そういう扱いなんですね。はいはい えー、壇上では MacBook Air、MacBook Pro、MacBook ProWithRetinaDisplay という3種類のシリーズがあるよということをアピールしていますね。やっぱりね、Air を求める層とは全然違うという考えん<ー><れ>でしょうね。えと13インチは一番高い高性能だと1999ドルって感じそれでも2000ドル切るんですね。えと多分でもこれはあ,のあれやと思いますよ。Core <laughs> i5 のままでしょうね。いや、r e i7 にはなってるかもしれないけど。はい SSD は多分もっと小さい<ー> SSD760 円 <laughs> これはないと思うんで。SSD というか、ああでね、FL ですね。<A> はい、次、MacMini の話みたいです。お,お出た、松尾さんの次のあの、買うと約束して買へんかったあの MacMini です。<laughs> レティナが出るとは想定外でしたからね。MacMini は MacMini。 えー、ちょっと映画まだ来ないので、あ来ましたね、マクミニの背面ポートの写真が出ましたすごいな、USB3 が4つ。はいすごいですね、<ー>ちょっとなんか、ま今までのバージョンとほとんど変わらないですね、ま、だでも結局は。はい、ただ、マクミニにして珍しいのは、これまで背面パネルは白が貴重だったと思うんですが、真っ黒ですね。 なんとなく HP や出るのいすいません、一つ前から黒ですあそうですか、ごめんなさい。私、今、使った。すいません、すいません。ちょっと記憶違いでした。<laughs> えー、しかし、ポート数が多いですね。そして、えーとまあ、底面の丸い蓋を開けてっていうのは同じようですね。ポート数多いな、売りやからね、あれに。199、はい、ドルは安い。えー、599ドル。えー、2.5ギガデュアルコア i5。4ギガバイトのメモリーに500ギガバイトハードでした。5九ドル。これ安いですよ。<ー>日本やとこう5万切るでしょうか。そうですね。 でデュアルコアなんですね、やっぱり。そうですね、クアッドにはしないですね。ワアッドにはしないですね。あ、でもクアッドオプションあるみたいでしょあ、そうですか。あ,あの、ミニでクアッドって積んだことなかったんじゃないかとでしょっけあ、はやっぱサーバーマシンがクアッドなんですねあ<ー>あ<ー>、サーバークアッドか、はいはいあの。ただね、ミニでクアッド積んで、放熱大丈夫なのかなっていう気はするんですけど。いや、さ、大丈夫な自信があるから、やるぱり。ですかはい、もちろん、それはもちろんそれにトラブルかもしれないです,けどですよね。 サーバー999ドルですね。はい、これでも8万円ちょっとぐらいでしょ。はい、あ安いと思いますけどね。ねこれもトゥデイですね、はい。この流れから来るとアイマックも当然来そうな気はしますが。来そうな気がしますね。ねこの後すぐアイバックをしれっというかも、ね。言いますよねきっとね。<も>そしてアイマ a でもバックプロは来ない。<laughs> なるほど、アイマック来ました。した今、映画まだ来ないんで、こっち待って、あ来ましたね、アイマックです。はい、アイマック、デザイン的には従来と全然変わりないですし、全く同じですね。ちょっとフレームの黒が効いてる感じですか、そうでもないですか、いやー、あ、ま、んまいでしょうか、初代のボンダイブルーのアイマックの写真も引き合いに出してきて、何か比較のお話をされてるんでしょうか。 あここからずっとナンバーワンでしたっていう話を聞いたいそういうことですねはいそんなことはなかったと思うとまあとりあえず iMac は業界リードしたと言いたい <laughs> そういうことですねッは,はい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 え桑、ー、田さんは 16GB だとオートで300個にありますけど歴代モデルを並べてますねはい、はい、歴代モデルの写真を今待ってます 時刻は2時29分最初の30分でハードウェア紹介を立て続けに今行っていますやってますねおーずらずらっとまだに大福あるよいやいまだにというか歴代ですからそりゃいやそうじゃなくてねお持ちであるとお持ちであるとそういうことですね私は電気スタンドと呼んでますけどねなんか今新しいデザインが出たデザイン新しくするの なんかちすっきりした感じめっちゃ薄い、はい、その写真が今こっちに来なくて待ちいんですが早く来てくめちゃめちゃ薄いんじゃないですかこれ、はい、ほとんど板ですよねうそうですかまるで iPod タッチそんなわけがないかこれでタッチスクリーンとか言って笑ってしまうけど来<っ> <laughs> ましたね確かに薄いですねめちゃめちゃ薄いこれ,、あのー、これねまだ、あ、デザインの見せ方で薄く見せてるような気もするので実機をちょっと何度か見たい うん、まあ確かにね、中央膨らんでるとかあるかわからないけど、で,けどでも見かけはすごい薄く見えるよ。えー、まあ,あの基本的には従来のね、これまでのアイマークのデザイン、踏襲してますが、確かに薄く見えます。えー、なんかこれ、CG で作ったんちゃうやっぱり真ん中はちょっとごつめになってるあまあそうですよ、あの何なでも、基盤の厚み考えたら、それどうしようもないので、いや、でもこれ、一と昔前、これで現物が出てくる、現物が、あそうですね、フィルシラーさん、操作してるようですね。 えなんかお花の写真を写したアイマークが用意されてますねはいもう歓声が上がってますねステージで回して回してますけどはいちゃんと横向けろいやそれはできないそれはできないんですよまあいやあのさっきちらっとはいちらっと見えたのがやっぱり 中央に向かってこんもりしてる感じではありますね。なんぼ薄い言うてもやっぱり板にはならへんかったな <laughs> はい、はい。まあやっぱりこうマックブックエアが浮いてるように見えるみたいな感じでやっぱりそういうパッと見むっちゃ薄く見える見え方にしてるんでしょうね。一番薄いとこはリだって おー80%薄くしました <laughs>、えー。まだこれで、あの、最初 MacBook Air 出た時みたいに軽カットに使えるとか、そういう話が出るかもしれませんね。はい、えっ、ー、と何インチの大きさの画面とかなんか情報ありますでしょうか。ないでしょうね。24ぐらいじゃないよこれ。はい、うん、なんかまだですね。 はい、もうえっ、ー、と今二十一点五と二十七でしたっけラインナップってだから21一や原稿ですか、ね、あ現行はいでガラスと画面の間に二ミリギャップ二ミリ二ミリのギャップしかない,いなはい。え二、ー、ミリしかギャップないということなんですねどうでしょうねはい <laughs> すごいな 2>, 2ミリのギャップをさらになくしたっぽいえなくしたああなるほどだからギャップがあった分をなく,くして薄くできたとそういうことかもうべっっったたり引っ付けたってこと、ね、<laughs> <laughs> なかなかこういう構造の説明をイラスト入でするのは珍しいですねこれまであんまり見たことないですね今回のプレゼンいつもとはちょっと違う表現をスクリーンでは見せてくれてます えー、フリクションスティールウェルディングっていう言葉が見えたんですが、これ、あれですか、首を振るってことでしょうか。ないでしょうね。えー、すみません、ちょっとすぐに翻訳できるいやす。いえいえ,いえ、大前の映像だと思います、私、遅れて見てるので、さあまあ、あのスペックとお値段、まだね、この後出ると思いますが、えー、もうだもうこの時点で、ね、ですから、もう、アーリーレート27インチと2点5 0で。はい 27インチは 2560×1440。21.5インチは 1920×1080。八十ですね。はい、あとは IPS100 でとか、はい、その辺は一緒ですね。そうですね。えー、27にして横幅2560ですか。これですから、まあ、ノートとやっぱりそこ辺違うわけですね。えっと、これレティナに相当するわけですか今回の iMac は。 えーとレティナと同じ解像度かな。うん、なあの前、すでにもうレティナになってますからね、IMAC は。レティナになってるというのは、レティナディスプレイ、はい、2と同じぐらいの解像度を持つという,うことですスタンダードレゾリューションという言葉が GDDT の方に出るんですが、だとするとどうなんだろうって今思ったんですけどね。 あだからあの、いわゆる解像度の数字はあるけど、はい、広い画面、画面自体、面積が広いので、はい、レティナではないということじゃないですか、もちろんですレティナという意味ではないですねはい、はいえー。フルラミネーションデザイン、プラズマデポジションプロセスという、今、はてなと思うような言葉が表示されたので、まいすぐ出てこい。 えーまあ、スピーカーの位置とかマイクの位置などの、えー、説明が出てますが、このあたりはまあ従来モデルと一緒でしょうね。やはり黒っぽい部品が多いのは、このアップルのために特注で部品作ってもらってるっていうことでしょうかね、はい、こっちも SD カードスロットがついてる。 これはでも前ももいいや裏側にあ裏側ですかとうとうあれですねあの SD 入れる時に CD とか入れるのを間違えるのをやめてああなるほどなるほどどうして右側からねみんな入れやっちゃうんですよねこれ絶対そのせいやと思うそんな事故が起こってるんですかねいやいやみんなやりますよあれ SD カード SD カードを入れるつもりで CD とか放り込んじゃうっていうのは結構あったね えと壇上に出てる解説の資料では、この iMac はクワッドコアの Core i5 か i7、i ブリッジでそうですね、えー、クワッドコアの、えー、と、はい、NVIDIA ですね、しかも。おえー、あハイブリッドドライブということですかね、フュージョンドライブというものが搭載される、はい、あ,あ、ほんまや、フラッシュと h d d のフィルム。えーえー、それも選べるっていうことですかね。かもしれませんね。 えー、USB3 のポート4つとサンダーボルトは2つ。で、ギガビットイーサー、ね、フュージョンドライブですね。はい。あもう最初からフュージョンドライブなんや。おデスクトップでハイブリッドを標準で搭載してくるっていうあたり。しかも3テラですね、3テラ r a <laughs> 3テラですか ?3 すぎですね。<laughs> なんか、前もそんなことありましたね。3, テ3ギガとか3あ、こっちの、U、いこっちの 3GB が止まった。IC 中、はい。はい。ワークスオートバティカル。はい。 えー、これ、どっか分だなぁあ、ですか、えっ、ー、と、今、壇上になんかマーク、光が回ってるような、見たことのないアイコンが出てて、128GB フロッシュストレージ、ね、128GB ってのは、フュージョンドライブでは相当でかいですよ、これ、だから、あなるほどだからもう、はいあの、要するにこのフラッシュの中に OS とか、はい、あのよく使うアプリとか、もう全部放り込んで動かしますっていう。はい で、それを OS 側で自動でやりますってことです。えー、h d d 側は、だから、あの、あんまり使わないアプリとか、そんな、どう、はいうそういうアイコンが出てますね。フラッシュって区切った方にアプリのアイコン、h d d で区切った方に書類のアイコンが並ぶような絵が出てますね。この <laughs> 説明はなかなかわかりやすいですね。 そして使用状況に応じて、どのえ領域をどこに置くかっていうのを勝手にやってくれるっぽいですね。すご、はいな、普通に売ってくれへんやろか。ハイブリッドはいいですよと、ハイブリッドディスクにして私が言いますよなんいいよよ <laughs> かノートブックにも入れてほしいやけど <laughs>、はい。<laughs> これ、コストの面で、あれだったんじゃないますコストとか、のそのユニットの大きさの面で。まあもちろんそうなんやけど、えー。 これまではもしかして、あのはい、ハイブリッドドライブは、ハイブリッドドライブ任せだったんですかねフラッシュによって。フュージョンドライブっていう言い方してるのは、たぶん OS 側でのサポートがあるような、なんかそんな感じします。で、ほとんどもうだからフラッシュと変わらへんぐらいの速度を出せますっていう。21.5、はいまあ、インチ、1299度です。2.7ギガ、クアッドコア i5。8ギガ。はい 1299ドル魅力ですね。1299ル日本ではい、12万ぐらい十二三12、3万でしょうね。11万ぐらいですかね。ここに来てちょくちょく止まりかけてるのは、た見る人増えてきたんやね。GFORCE GT640M ていうのは、もう一つは 660M ていうのが出来ますがこれは多分従来とそれほどスペック上がってないと思いますね。 27日が出てきました。1799度ですね。2>, はい、2 9イがコア,アイファイブ、はい、ということなんですけど、まあ多分、はい、あ、これはシッピングロベンバーでした。ああ、11月ですか。まあでももうすぐですもんね。で、またオプションで i7 とかね。いや、i ンもあるでしょうもちろんテラがあるわけでしょ。はい,はいはい。なんかもう後ろの足外して、 なんか一枚物の板みたいにして持って歩きたいですね。こうなってきたら、ね。二十七日はディセンバーだそうです。あ、そうですか。それもうちょっと待たされるんですね。うん、はい、もちろんあの外してあの、はい、なんだっけマウンターにつけるということも可能でしょうから。あねえー、板でポタることができるでしょう。はいはいいや。やあのー、なんですか。従来五十パーエナジーセーブになってます<ー>ここでまたチームクックですね。お。 ハードウェアなくなったってことは、まあ、ここらでまた、だからここでやっと iPad ミニですか。あでしょうか。m a c p r o は f o r g e プレ a のままか、もしくはサイレントアップデートかどっちかですね、このままと。そうですね、はい、iPad の文字が出てきましたね。iPad 出ました、iPad の言葉が出てきました。さあ、ね、時刻は2時40分、お待たせしましたって感じですね、雰囲気が。 ワクワクですよ会場でも皆さん拍手して待ってますよ。100ミリオンという数字出てました ?iPad がそんなに歴代で1億台売ったってことですかね、はいで。いろんな競合するメーカーのタブレットと売れ数をグラフで比較してますね。まあ 他のパーソナルコンピューターよりも圧倒的に iPad をいっぱい売ったっていうことが大好き、<ー>もちろん単価違うんで、あんまり比較にはならんと思うんですけど、ただまあ、こんだけ売れるっていうことは、一つのカテゴリーでもありますよって、そういう話ですね。ネットにおけるトラフィックをタブレットがどれぐらい占めてるかっていうグラフも出してますね。圧倒的に、はい iPad の方が、ね、91%9 割 iPad を、えー、あ,とあと1割もいってないとほかで <laughs> 9%で出てますねこれよくクックさん言うてる話ですよねあの<う>他のタブレット売れてても、まあ、ッーーネットにつないでるのは iPad の方が多いんやっていう言い方ですよね そういうふうに iPad が好調というアピールをしながらえ出てくるでしょうか、まあ、いろんな子どもたちが iPad を使っているような例の写真を写しながら g o w d c さんは説明したからねはい

今目覚ましテレビのスタジオでは準備中かもしれませんね <laughs> 勝手な思いそりゃそうですもうぼちぼちあの <laughs> 目覚ましあたりあのスタッフが入っている頃でしょう、えー、<laughs> さあ早くその言葉が聞きたいのに向くさんの説明が続きます 今 iPad を称賛するような何か言葉がス,タースクリーンに掲げられているような感じですね。すねこれまだどっかの記事か何かの引き合いに出されているんでしょうか。いやこれはあの、はい えとドクター・ジェームズなんとかです、その人の言葉ですね。はいはいえー、こちらでアップルのストリーミングですね、リロードかけると、さっき見たのがもう一回また出てくるという嫌な状況が起きてまして、<laughs> 全然先が見れないです。アイブックスオーサーの話も出てますかいやもう、それはないでしょう。あ<ー>今 ソーサーでたパーデータイマー新しいの出すんや、はいえー、まあまあオーサーがあるっていうことを触れてるだけなのかもしれないですけどなんかなぁ、えー、どうなるんでしょうかお話が出てくるでしょうとりあえず、はい、まあねえああの教育市場っていうのがなんかすごい強調していつも言ってますからねはいパッドにかないあ お今、アイ o ックスの、が、はい、ハイスクール、80%のアメリカのハイスクールで使われてますよっていう。<ー>アイ o ックスで、アイ o ックスオーサーで作った、はい、教科書が。へぇー。はい。<ー> <laughs> 急震災さん、ティムさん、引っ張りすぎて、その通りだと思いますけどね。この、はい、引っ張らんでええやとができる。ということは、新しい話は出るわけですかそうですね。埋め込みフォントが できるようになった<で>とかいうのが一つあります。マルチタッチウィジェットが可能ですとか、なんか出てますね。じゃ、アイボックスオーサーも新しいあれは出るで、はい。で、フリーダウンロードと書かれてますが。こちらもちろんそうでしょそれは、はい。いや、あの、多分、これが出るってことは、もうすぐダウンロードできるってことですか。あれ、これまで有料だったような気もするんですけど、えー。えー、えー、いやいやいや、アイボックスオーサーはただですよ。ああ、そうでしたっけ。すいません。私がダウンロードしたから、間違いないです。 <laughs> あそれ、説得力がありますちゃんと書けるようになってる、これはすごいな。マセマティカみたいな。えっ、えはいえー、と、部分的にクローズアップして、何か数字みたいなもの見せるな、これ、ページ数か、な,<お>なんでしょうね、なんか見えましたか、ね。ブックアップデートあブックボーだから、バージョン管理してアップデートできるだる、はい。なる本そのものを買ってからですね。 アーーートフリーダウンロドバックアップストアからダウンロードしてくださいということなんで、落とし。さまざまな iPad の活用事例、個人が映画を撮るであるとか、船舶の上で使うとか、いろんな例の写真を引いて、国ッさんは iPad のアピールと言いますか、お話しされています。 当然でもあれですもんね i、はい、ッ o x のところで、ええ、チャイニーズとかできるようになるっていう話があったから、ええ、まあでもできるようになるでしょうね、はい、日本語の縦書きとかも大阪の方ということですね、はい、なるといいですよね、はい、フォーチューン500について何か話をしてますか94%という字が出てますか入ってるってことでしょ iPad あ壇上ではもうちょこちょこ止まるで大変白いモデルの iPad の写真が出てますがこれは何の あこれは関係ないですねで終わってティム・コックさんだけの映像に戻りましたさあ盛り上がってきましたねいよいよですかね時刻は2時47分ですぎこねこさん僕の初代 iPad がどんどんかすになるじゃんって書いてますかす <laughs> じゃないと思いますよはい 誰だろう。はい。ああまたフィルシラーが来ましたね。<れ>ということはもうーハードウェア紹介ということですね。はい。フォースジェネレーションという言葉が出ました。え、フォースジェネレーション iPad なの？<laughs> はい。あの壇上には iPad フォースジェネレーションという言葉が書かれています。あらま。これは<ー>皆さんがちょっと予想外です。予想外でしたよ。<laughs> 大きいのもアップデートされるという噂がありましたけど。 それでしょうかここへ来て、えー、何でしょう、どういう仕様で出るんでしょうか、えー、え、それはだ、はい、ライトニングでしょうか <laughs> いや、まあまあね、えー、グラあ棒グラフが出てますね。A、CPU が iPhone5 と同じものになる、A6X ですかということは、えー、ごめんなさい、A6 よりもまだデュアルか何かに。 iPhone5 よりもまだ上のパフォーマンスを持つということですねああうちの iPhone5 が史上最高マシンだったのは短かった <laughs> かストリーミングがガンガン止まる <laughs> はいえー A5X A6X のグラ比較グラフが出てます、えー、今までのだいたい2倍ぐらいのスペックを持ってます A5X の倍、ね、だそうです、ねね、はいネクストジェネレーション ISP という言葉が出ました、ね、グラフィックスも倍だそうです なんかいろんな電話のキャリアのアイコンが台にいます。いやいや AU 入ってるやん、KDDI。はい。あ <laughs> そうですね、KDDI、ソフトバンクと一緒に名を連ねてますね。もう噂通りですか、AU からも発売されるということですね。なんか今、仕様について話をしてますかあと、また10時間まで、あれですね、伸びたんですかね、これバッテリーの時間ですね。 でエキスパンデッド LTE という言葉があったようですが、うん、LTE の周波数帯増やしたんでしょうああそういうことですか前のやつは小さかったんで、はい、だそうでないとだって au とか使えないもんああそうですね、はい、でライトニングのアイコンもなんか出たようですが、うん、さあサイズに、はい、大きさについて何もまだこの時点で触れられてないのがなんとなく嫌な予感がしますが <laughs> いや言っちゃないけど、はい、これででかいんじゃなくて、ちっちゃいのっていうのはないと思いますよ。なんとなくね。た問題は、小さいロも出すかもしれない十六ギ 16GB のお値段が499ドルから w i f i、ね、も出、はい、ある。基本的に価格ラインを変えることはまあ,ありえへんこれまでの販売のことを考えますとね。でしょうね。安くするとかそういうのもないでしょう。なんか使用アダプターのことについても説明してますそちらでは、はい 電子、ね、接続のケーブルが出るライトニングの USB、はい、それから SD カードのアダプターが出るみたいですね。はい、HDMI も VGA もあります。はい、でも HDMI でざいうなんか映像をそのまま出せることですね。はい れね、これまで30品でもありましたけど、<え>それのライトニング版が出るんですね、はい、ではそれ考えれば iPhone5 でからの映像出せるのかな。w i f i セルラーは629ドルな。ドルというですね、さあ、会場の拍手の仕方が皆さん、なんとなく、なん,かなんとなく大したことなさそうやな,なかね不満げな拍手でしたね, <laughs> ね、今、でも7インチ iPad の話はもう出てるそうですよ。 アイポッドタッチよりもでかいんだみたいなこと誰かタブレッあそれここれは言が映画だとの方がはいなんか写真はでも普通のアイパッドこの見せ方この大きいのをくるっと回すと背中にちっちゃいのがあるっていう、はいはい、そういう見せ方をしま,、ね、そううましたはい、えー、従来のアイパッドがひっくり返ると裏にちっちゃいアイパッドが隠れててたアイパッドミニというロゴ出てきました <laughs> あ気をもみましたね時刻が2時51分 噂ではありましたが、とうとう本物の mini iPad ミニが。iPad ミニですね、やっぱり。はい、いやー、これでういいんだったら。ナととか言うてほしかったけど、<え>なんとなく拍手してる人が、若干、ふ化けな人がいるのんだい, <laughs>、はい。<laughs> はい、また、ジョナサン・アイブとマンスフィールドが映っていましたね。映りましたね、はい。まあまあ、作った側の方ですからね。えー、やっぱりこうタイミング見て抜いてるんですね。まあもちろんそうだと思います。 えー、部分的には何か端っこを角のとこですかね写してまして、えー、こんなに薄いんだよっていうかか小っちゃくしたわけではなくて、はい、あのなんか新しいデザインしてますってって言ってますよねそうですねあの薄さを随分アピールしたいような写真が今出てますねいや、えー、これはー。 <先>同じように見えなねえけどな、気のせいかな。<laughs> 同じと言いますと、あ今の iPad で,です。ちっちゃくしただけのように見えない、気のせいかな。えっ、ー、と、アップルマークが今光って、光ってるとか、あのー、なんですか、シルバーの鏡みたいな感じに見えましたかそれはうもう今はいうです。そうですか、はい。えー、んやんえー、あやで、実機をフィルシラーさん、右手に持って、みんなの方に見せました。はい、控えおろうですね、この持ち方は。 <laughs> <laughs> もう印籠の持ち方してますねいくらかな、はい、薄いでしょうというアピールの持ち方もして299ドルとか言ったらすごいなとか思うけどあれ,、はい、あれすぐにす隠しちゃいましたよ <laughs> 置くとこないからですかね、はい、あら隠したなんでしょうね、はい、23%くっまだ押すと先とか言うんちゃうやろなああ ええー、鉛筆1本よりも薄い、はいえー、7.2mm、はい、53%も軽くなったということですか。ちょっとでかいと思うんだよな、実際、あのはい、レクサス7よりも多分でかいですもんね。でかいと思いますね、フィル・シラーさんがなんぼ体でかいともと、やっぱり今のから見たら。 はいなんでかというと、ええあの、ネクサス7やと iPad のちょうど半分の大きさなんで、ああ、そういうことですか。あれ、半分よりも大きかったですね。大きかったですね。3分の2は言い過ぎかもしれないですけど、2そうですね、サイズが7.9インチというふうに読み取れますが、違いますか、大きさ画面大きさ。ちょっとでかいねでかいですね、7インチじゃなかったです。約8インチですね。えー、幅10、1024×768 ですか。 7.9インチやね、9.7インチだけ7.9インチ、ちょっと微妙な差やな。レティナの方のいやじゃ iPad2 との比較の写真が今出ましたね。XGA だそうです。1000以上 ×768。レティナではないんだけど、はい、これだと、要するに前使ってたやつがそのまま動くってことですね。ああ、そうですね。スケールす単なるスケールダウンでいけそうですね。 いやーいいじゃないですか <laughs> なんとなくお金ないけど欲しいモードに走りますね私、はいえーまあ、縦横の置いた状態の写真も出てきました、えー、カラーバリエーションがあるんじゃないかいう噂がありますが今のところ白と,、ね、白,白と黒しかまだね壇上では出てきませんね、はい、松尾さん買いますか いや買わないですよ、もうそれ買うというフラグやな、きっと。いやいやいや、っっ <laughs> 僕はお、はい、iPad に求めるのは大きい画面ですので、て微妙やなこれで、はい、果たしていつ発売になるなすそうですねその、先ほど壇上に置かずに下へ隠してしまったというのはなんと気になるんですよ、気になるよね<笑><笑>、まあ。いろんなアプリを、えー、この小さい iPad ミニでも。 ガレージバンドとかちゃんと使えますよっていうアピールをしてます、ね。まあそれはそうよね。iPad 2で動くやつは全部動くわけだからそのね、ま。問題はだから、はい、あの iPad の最新版の iPad で動くようなレ e t i n 系のやつはどうするんやろうっていうだけですからね。えー、まあ一応あの iPad 2に対は、まあ、ほとんど対応してるんでそまあ問題ないとは思うんだけど。はいえー、まあさっきの新しい iPad あ。 ごごめんなさいごめんんななさい、まあそれは無理ですね。えっと、アプリの数27万5000プラスという数字が出ました。そんだけ動くということですね。うん、だからこんだけのアプリはそのまま動きますよ。はい。さあこれは大事なことで、はい、あもちろんそれが動かなかったら意味だけど、はい、また新しく作ってくれとか言って、これなんか他社との比較は、これネクサガチですね。ネクサセブよりがっちり一回りでかいん,じゃんはい。 えー、なんとなく、壇上で写真見ると同じ大きさぐらいに見えてしまうんですけど、これはトリックでしょうかいやあの、よく見るとわかります、<laughs> 若干大きいです <laughs> あ。そうですか。ネクサスは枠が大きいんでしょただね、縦は,は同じぐらいなんだけど、横がごついです、やっぱり。スクエアインチーズっていうふうな単位で比較してる絵が壇上に出てるようですね。 えー、ネクサス7の場合は21.9平方インチやろ、はい、29.6平方インチ対21.9平方インチはい、まあ、面積ってことですかね、えー、120×768 の方がね横にした時は使いやすいです絶対お<ー>あのネクサス7の一番良くないところは横にすると縦長すぎて横長になっちゃうから、はいはいはい、ああそういうことですあの映画見るときはいいんやけど本読むときにはできないと、はい、ああなるほど うまく見れない、はい、本読むっていうふうに考えると、やっぱりね、はいあの、横若干太い方がありがたいっていうのははい。何人かの方がレティナじゃないのかっていうご意見もあるようですが、まあまあね。はい、いや、このサイズでレティナは難しい <laughs> うん。 えーっと結局大きさ比較でいうと、ネクサスセブンよりも六十七パーセント大きいですか ?49%。ですあー、ごめんなさい、ああ横にしたときはントでかくなってってですね。はい、立てるときはントでかい。はい、まあそんな比較したところであまり意味はないんですけどねあ。あとはお値段ですよね、ネクサスセブンのお値段と比べられたときどうなるかですね。でもね。はい。 まあ、レクサス7とちゃんと比較しようって言ってるところは偉いなと思いますよ。僕をガチ比較やもん、はい、だって。そうですね。実際。まあ、アメリカはこういう広告やるの大好きな国ですしね。っていうか、もう、どうせ先に、<laughs> どうせ後で言われるんやから、もう先やってしまえっていうこともう、ね。<laughs> そうですか。<laughs> それぐらいやったら我々はこう考えてねんって言えばいいねん。<laughs> うん。ということ、えーはい。いろんなアプリを動かして、その比較っていうのを今、ずっと紹介してますね。 地図アプリでありますとかね、メッセージ sns とかねなんでやっぱりね、はい、ネクサス7はどうしてもほら、あの下にソフトウェアボタンを置かないといけない部分だけ損なんですよね。はい、あ本体に対して画面の面積が狭くなるというと、ね、あそう、狭くなっちゃう、はいえーで。iPad はホームボタンを置けるから <laughs>、その分、得なんですよね。はいうん <laughs> はいえー、内部のスペック的なアイコンが全部揃いましたねない、えー、と内部が A5 ですか CPU は A5 ですねはいでまあライトニングあ,のあれと一緒ですよ<あ>要するに、はい、iPad2 と同じじゃないですか iPad2 のスケールダウンと考えればいいんですかね<う>、はい、お値段もスケールダウンするといいですね <laughs> どうでしょうまあ他社対抗で結構、えー ねあのー、お安くしてくれるような気がしますけど、はい、どうでしょう、はい、もう私はあの、120ドル、98ドルとか言ってくれたら、もう、安すぎるやん <laughs> でも他社と同じにしなくても、ちょっと高くても売れるぐらいじゃないかなという気がしますけどね。でもファイ 5, 5メガピクセルのアイサイトカメラはでかいですね。はい えーまあ、LT 対応はもうこの流れなら、ね、LT だし、ね、Wi-Fi も N も対応でしょうし、はい、その辺は、ね、CPU のあれは、ねはい、社内としてもあとは全部もういいのにしたっていうことでしょうね,うねバッテリーは10時間,、ね、10時間さあもうここまで来たらあとはお値段の話ですよねさあ値段は299ドル <laughs> それは高いような気がしますがいやでも299ドルだねで 200, 200 200ドル台の後半そうですか私は 100, 100絶対180より下だなきゃいや絶対それはないそうですかねいやこの勢いに任せて安くしちゃえみたいなないですか、はいえー、iPad ミニの白いモデルが壇上に大きく映ってましてで値段の前に映像ですかあっきたジョナサルが <laughs> ビデオですかビデオ、はいいつものやつですねいつもの、はい、オート ネクサスは背面カメラないですよ。はい、今、これ見ながら、皆さん、おはようございますって言ってみたいな。ほら、出た。ほ <laughs> ら、はい、出た、いつもの。ええー、まあ、アイブさんの説明の間に、アイパッドミーの使用例のね、映像とか写真が挟まるわけですが。 ししかしあれですよね、この時期に iPad を出し、えー、新しいの出しちゃうと、はい、もう全部秋になってしまうので大変ですよね、絶対で全部秋とおっしゃいますのは。結構、iPad、iPhone、みんな秋じゃないですか。ああ、その1年のサイクルってことか、ね。1年のサイクルが全部ずれるんで、どうするのかな<ー>しばらく iPad だから、新しいの出ないかも分からないですね、はい、1>, 1年じゃなくて。ああ、そうかもしれない、ね、れで出しちゃうと来年、来年の秋は見送って、次の春まで伸ばすかもしれないですね。えー、まあ周りの様子にもよるやろうけど。はい まあ春先よりも秋に集中したいのかもしれませんねはいえー、ついか次かと iPadmin でいろんなアプリを操作ゲームもね、えー、何でもそうですけどやってみせてる映像が続きますいかにこれが小さいかというのをアピールしてるような映像ですね外で立って使ってるようなとか多いですね まあ、でかいハハハたち <laughs> まあ言っちゃないですけど私は注文しますけどね三百 <laughs> 四十349のが高すぎないかない300の線はないと思いますけど、ね、もう300の線はないと思うな、えー、200台後半だとは思うんだけどそうですかあなた200台前半から100ドル台って思ってるよそうですいやもう私絶対200は切ると思ってますよええー いやーそれぐらいすると思うんですけど、しないですかね、X7 よりも背面カメラはあるわ、えー、なんか結構スペックいいですよ。うんですけど、えー、LT とか、そ要するに 3G 系のやつもつあの、公衆回線もついてるわけやから、あこれ、w i f i とでも分けて、まだモデル出すんじゃないですか、えー、でも LT って書いてたから、そうでしょう、まあそうですね、ですから、まあ、LT はその分オンして200超えるかもしれませんけど。あ Wi-Fi の一番安いモデルがどれぐらいかって話ですね。お風呂カバーもまだこの大きさ飲んでるってことですね、そうすると。お風呂カバーは出ないでしょ。出ないですか誰か切って使う人出てくるんですよ。やね、<laughs> 無,理無理でもお風呂カバー引いたいねいうでね。はい、あ,あ、それでまた。お風呂カバーというのが出ましたね。ね<え>あ、出ました。 アクセサリー屋さんはまたいろいろ活躍する余地がありますよね、はいはいあ。そうですね、スモールカバー出てます、ねあ。スマートカバーあるわ。はい、<laughs> なぜか、この3人で松尾さんが一番先に映像を見れてるような気がするんだけど。確かに <laughs>、お二人のお話聞いてると、<laughs> はい、僕の方が遅れてる時もあるんですよね。そうです、ねうはい、もうこうなったら iPad ミニみんなで持って踊ればいいのに。 <laughs> <laughs> サーフェイスに対抗して <laughs> ど,どこのミュージカルあー <laughs> サーフェイスの C m 最高です、ね、そうそうそう確かにこれミようによってはでかい iPod ッチって印象があるんですけどそんなことないですか、えー、内部構造の写真映像もねこの紹介の中に出てきますねまあで風呂カバーはいらんなこのサイズだとハハ <laughs> セブン別に何のカバーもつけてそこは持って歩いてますよあ,あそうなんですうんいやえっ、ー、と結構ケース出てますでしょセブンも出てますけど全然気にしてないですあそうですか <laughs> えー、電車の中で iPad mini で小説を読むなんていうシーンもね出てるようですね片手でオペレーションがしやすいことをなんかアピールしてましたね、はいはい、してますね <laughs> さあもうその紹介映像もかなり 終わほに近づいてるのかなという印象ですけどはいこっちでは終わりましたまだですわうち拍手喝采ですお終わったやっぱりマゾーさんと、ね、全然終わってへまだあやっとしてもなんかそこそこな大きさやな確かにあさあこのカリフォルニアのね、えー、カバーはキーボードにはならないようですねああサーフェスと違ってサーフェスカバー高すぎですよねあのキーボードのやつ あ,あ結構するんですね。えー、いや、あれ、えーと、100ドルですからあ<ー>あ。さ、え、あ、ー、カバーの前でフィルシアさん立って説明をしていますが、会場の人はみんな、はよ値段言うてくれというような思いで、プレスの人たちはやっぱり、ハイファイ329ドルからですね。あおっ、329ドル。高。三百二329ドルからですか。ああ 高いですね。だって iPad2 が399ドルやったら、70ドルしか違わないですよ iFi329 ドルで、えー、セルラー459ドルから、結構ええお値段です。ですよね、これちょっと強気で出ましたね。わー、290ドル、生けばいいのに、<laughs> <laughs> 一生けばいいのにって言うとしょうがないな、<laughs> ええー、まあね、えー、iPadWithRetina が499からやから、はい、まあ、確かにな。はい えーとフォースジェネレーションの方は、この iPad2 という方のことを指していることにでしょうかいやいや、iPadWithRetina の方です。そうですか。はい、<え> 2> iPad2 はそのまま売ってるらしいそのまま売るですよあー、はいはい。じゃあ、えーと、置き換え的には、えー、この春に出た新しい iPad の置き換えですかそうそうそう。あ<ー>それが iPadWithRetina なんですね。 えー、オクトーバー26、ええ、ええもうすぐ発売 ?26 が二十六日で ?Wi-Fi は,<え>はノベンバー。ああ、予約が二十六日からか。ああ、はい。二週間後です<え>ジャパン入ってます、ね。はい。おお。Wi-Fi プラスセルラーは二週間後です。はい。うん、そうか。注文しとくかな、でも一応。はい。えー、タイムライン上では、 329ドル、うんとか、<laughs> やっぱお値段で、皆さん、こうね、ちょっと考えてしまってる,ももる、ね。日本円やと、はい。いくらやろ、2万8千円ぐらい ?2 万8千。28, 円。ああ、529ドルは4万5千円ぐらいでしょ。はい。で、CM ですね。はい。え、また CM 出るんですかでさっきのは CM じゃないもんだって。ああ、なるほど。はい。さっきのは、あれですよ、ジョナサー・アイブの宣伝です。はい。 えー、宣伝で、あなるほど、従来の iPad で鍵盤アプリを使ってると、横から iPadmin も来て、同じように演奏するという映像ですね。松尾さん、この前の配信の中で、iPad は楽器が魅力やからっていうお話ありましたけど、はい、こうしてみると、小さくても楽器全然大丈夫ですよというアップルのアピールがきてますが、でも、ああ<ー>、おっしゃってくれたら確かに <laughs> <や>、あまり感じさせない。えー っていうんですちっちゃくても楽しさには変わりないよって言いたいのかもしれないですけど、えーえー、まあやっぱり、はい、鍵盤はより引きにくくなってると思いますけどね。<laughs> なるほど もうまるで松尾さんの気持ちを見透かしたようなコマーシャルでしたね <laughs> うーんあ、だからそう思う人をけん制するような、はい。けど、けど、使ってたら、やっぱり引き抜くいうのは分かると思います <laughs> 分かりますよね。と、はいうわけで、ティムが戻ってくる、はい。ティム・クさん、戻ってきて、えー、壇上に大きな i p a d m ミーの写真の前で立って喋ってますね。はいえー、結構329ドル、残念っぽい意見が今、タイムラインでは結構多いですいやこれ総合は <laughs> 2万5000円切ればいいのになぁと思いがさあ壇上では2012という数字が出てきてその前でクックさんがしゃべってますが2012でまだなんかあるんやろうかなんでしょうかあの地球のなんかシルエットっていうんですかよく SF 映画であるようななんとなくおさらいで終わりに向かってるような気もしなくもないですけど、ね、そうですねまあマウンテンライオンと iOS6 のアイコンが出ましたしねそ最後ポッドキャストのアイコン出えへんかな <laughs> 出ルカそだもん。これについてはまなかったとか言いませんかね。静岡はもう僕、風邪するですもんね。会場のみんなでマップ、マップって言わへんんですね <laughs>。<laughs> おさらいというよりか、iPodTouch とか前に発表になっているものも全部ひっくるめて喋ってるようですね。 今年のこれまでの総括みたいな感じですね。はい。えー、事故が3時11分。えー、なんか霧の悪いタイミングなんですね。開始後1時間10分という。いやー、でもこっからワンモアシングはないでしょう。ないですか。まあ、福さんになってからワンモアシング言ったことないですもんね。ないですからね、確かに。えーえー、今回久しぶりにあのー はい、座席の下に iPadmin があってお持ち帰りください <laughs> パターンはないですかね <laughs> うんどうやろうそれはうんはい、まあ、あとはお披露目の時ですからまだ誰か呼んできて最後演奏するとかああここはそれはあるかもね劇場ですからちょうどいいですし<あ>でもなんかわざわざ2012って数字出してるところに期待を抱いてしまう私ですが の今年はすごい年ですっていうはいそれはすごい年でしょうよって言いたいですね <laughs> でもまだ MacPro は変わっていないま <laughs> <laughs> ね <laughs> あとは全部ラインアップ変わったのよ <laughs>、えー、こっちもストリームが一回止まっちゃいましたよいしょ はい、でもう最後の締めでしょうか<お>なんか iPad のお話をしてる感じですね。はい、会場の拍手ですかえー、なんか最後、はい、無理やり拍手してるような雰囲気もありまし、ね、<laughs> あー、なんでしょう。あのー なんか熱狂的に新しい製品ありがとうみたいなそういう雰囲気ではないのかもしれないですね。あこちら、なんか終了しましたね。GDGD のサイトでも最初のポスターの写真に戻りましたね。はい えー、まああの皆さん、今、我々の配信をご覧いただいている皆さん、あのツイッャストのほの皆さんも、お手元でアップルのストリーミングを見られていて、もうエンディングを迎えているかとは思いますが、はいえーまあ、この新しく出た新製品については、また、番組のポッドキャストの方でね徐々に触れていきたいと思いますが。はい、えー まあいつも番組聞いてくださっている皆さん、11月17日公開録音、どうかよろしくお願いしますと今、テストトーンが流れてきてちょっとびっくりして <laughs>、はい、珍しいな、こ,この、こちょっと思わずスクショを取ってしまった何ですか、テストトーンってあの、あれですよ、カラーパターンが <laughs>、はい、あの、そのアップルの配信でホンマやホンマやややキャプチャートと読めなはれ、それぐらいやったらでも <laughs> キャプチャートのと読私も届きましたテストパターンですね 多分配信マシンが出すんでしょうね、これ。うーん、そうなんでしょうね。特に何事もなく終わったな。ですね。はい。えー、まああの、<laughs> また、あ、いろんなご意見あるとは思いますが、はい。えー、番組の方でまた追いかけてやっていきたいと思いますんで、皆さんお付き合いください。 ええー、まあこんな、えっと、じゃあ、はい、とりあえず、アップルのサイトをまず見るっていうのが一つでしょう、ね、ああ、そうですね。まず、ちょっと、アップルのホームページ見ておきましょうか。えー、まず、ホームページ、おぉ、まあ、iPad mini 出てますね。出てますね。値段も出てるはずやから、あ、<ニ>値段まだや。ミニなのはサイズだけと出てますよ。浮き出るのは出る出るだけ。そこはどうかな違うって。<laughs> ストア見に行くと、まだストア i ウ,<ー>ウィルビーバ c ク,クですね。これはもうアメリカも同じでしょうね。US もそうですね。ストアが変わってくるないと結局値段が見れないんでね。はい。はい。キーノートを見る、もうすごいですね。すぐ取って出しで。はい。キーノートの追っかけが。あっ、はい、視聴できる。iPadVG28,800 円です。一番安いの。 えーと今、ストアがオープンしてるんでしょうか。あの一番下に書いてあった。<laughs> ああ、そういうアイコンで出てるんですね。はい。はい、えーっとね、あ、出てるわね、だ。えー、っとね、はい、iPad mini、Wi-Fi モデル、16ギガ28,800円、32ギガ36,800円、はい、64ギガ44,800円。はい、Wi-Fi セルラーは 39%478558 ですね。1>, はい、1万円ちょっとぐらい高いぐらい。 ね、<ー> iPad2 も平売で 16G は3万4800円の 3G は4万5800円 16G はい、16でどっちも iPadWithRetina が 16G は4万2800円 32G は 5, 5万8百円の 64G は5万8800円なので、はい、iPadmini と iPadRetina の差が大い1万4000円ぐらい、はいえー、そんなしか差ないんですかもっと差あると思いましたけどああそうなんですね 14000の差でこのサイズをどう思うかってことですなへぇいやその代わり重さ的には倍ぐらいちゃうからねはい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 そうですねえっ、ー、と0.68ポンド、はい、308g308g 対 652g なんではいはいはいないは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 いいははいいいはい えー、まあこう思ったほど安くなかったっていうところですかね。うん、今のあアップルは今はこ,れこの値段で売れるっていうふうに踏んでるんでしょうね。うんでしょうね。うん、このあとまた競合、うん、が増えてきたら、うん、またちょっと戦略的に値下げしたりとか。うん ししていくんでしょうか春先にまた例えばカラーバリエーション追加でねあ<ー>とかそういうことをするのかもしれないですけど <laughs> さあまああとはこのままあと数時間後の「目覚ましテレビ」で時期が出るかどうかを確かめていただくとか私は用しませんけどはい。<laughs> えー、この内容だったら別に今朝特番出さなくてもいいですね。あ今日配信のか配信そうでおおむね予想通りだったっていう意味ではそうなんじゃないですかね。一応全く新しい LINE も出たわけだしそうです、ね、マックプロ出なかった特番とかにしますか。い <laughs> い <laughs> いやいやはい まあ、短いのになりますけどね。プロ出てないよなと思って今確かめてんねんけどね。あ、サイレントでも出てないかどうか。はい、出てないかどうかを、ね、確かめてんねんけど、多分そんな感じやなと思って、はい。ストアのページが開かない以上ね、ちょっと仕様で見るしかないですけどね。いや、だから仕様のとこでちょっと見てるんやけど、はい、やっぱり変わってないなと思って。はい、えー。 ツイキャスの,方のなんのコメントが出なくなってるわけではないですね、なんかツイキャスの方のコメントがなんかもう白抜けになってしまいましたね。な,なんかそういう不具合ですかね。はい、マックミ n ーはあれですね、はいえー、5万2800円と万じゃ6万8800円、2.5ギガデュアルコアが5万2800円で、2.3ギガクワッドコアが6万8800円。はい そこはねええっとあれはあれサーバーモデルはサーバーモデル書いてあれは発表なかったと思いますけどあったよありましたミニのサーバー Mac ミ i のサーバーモデルですか発表はありましたで値段を忘れましたけどやっぱりサーバーの方はクアッドコアだったなっていうそういう話してましたよね書いてたんやけど あれ今、今このページに載ってないなと思って。ああ<ー>。はい。で、iMac やね、iMac。iMac が、イマックは間もなく登場しか書いてないな。はい。えっと、アイマックストアが開けたっぽいですね。え,え、そうなんですかちょっと今、カップルストアオンラインが行けました。 行きましょうか。うか僕、どこあかんわ、まだ。ワイシムまだですね。なんで松尾さんどとこだけ早いのえっと、<laughs> リロードしたりしてましす、ね、しねそちらでもしてます。してます、してます。はい。松尾さん、違う子に行かなかああ、もしかしたら、なんか、<laughs> アップルストアじゃなかったみたいなたあ。なんかしかも、リロードするたびにいろんな国の言葉で出てくるんだけど <laughs> まあ、そうですね。あー最近、そういう仕様ホテルもいろんな国の言葉になりますけどね。<laughs> えー、来ませんよ、なんかストア。何か見ましょうか。おおあのー、マックミンのサーバー版は88,800円ですね。はい。はいはい <laughs> そのこれ、タイムライン上の皆さんもどうですか、ストア見れてますか、<laughs> なんか松尾さんだけど、すごい時間早いような気がするんで、iMac は iMac。iMac ですね、iMac お値段は、えー、っと,、はいとニュ、ニューついてますね、えー、21.5インチの2.7ギガヘルツ、一番安いのが10万8800円ですね。 同じく21.5インチ 2.9GHz の方は12万8800円、はい、27インチ 2.9GHz15 万4800円、はい、27インチ 3.2GHz16 万8800円ですね<れ>カスタマイズとかも見ましょうかああ<ー> iMac <さ>のカスタマイズ見,い見てほしい最高構成ではい あれ買う買うボタン購入するボタンは一体どこ？はい、どうやったらそんなもストアのサブレティナは相手の見るんやろ？あレティナの13インチですねじゃあそっち行きましょうかえ,ええーっとはいえー、14万4千4え,ー、えすいません14万4千8百円からというふうに。 ありますねえっとさらに見てみると、にも蓋モデルありますね、安い方が 2.5GHz で14万4800円、さっき言った通りで、高いほうマ2万8000円。 <リ>えっと、フラッシュ。フラッシュのサイズが違います。そうですね。は,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 はい。100GB。はい。は、え、い、ー。はい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 。は

の方がもう音ちょっとどうにかおかしくなっちゃったんで、はい、ツイキャスの方はちょっとご覧になっいただいてる方切れちゃいますごめんなさいねえー、多分見られてないんだと思うんですがはいじゃあ2回はい、はい、ツイキャスは一回切りますすみません、はいえー、じゃ皆さんまだアップルストアに行けないということは、はい、今13インチ MacBook Pro レティナを僕がポチると比較的早く買える早く届くかもしれない、はい、ポチらないですけど<あ><チ>今来た今来た やっとうちも来来来来ましたストア昔、松尾さんだけどなんか絶対時間は早いんよ。<laughs> 未来に生き出るんなんでしょうね。松尾さん大阪市内や。<laughs> それや。大阪市内だけ早いんよ関係あるか。<laughs> ほんの、絶対ね、こう何、<laughs> ええ、何千分の1秒とか、その時。 そんな単位やと思いますけど、ね、もし、はいそのね、インターネットの集約するポイントが大阪市内にあったとしても。はい、えー、まあでも今回新しい、ね、MacBookPro13 インチ10万2800円からですからこれはちょっと売れるような気がしますね今までよりも、はい、はいはいはい。うん、いやーやっぱ今回は iMac の方がいいかもな、はい、そうですか。 いや、アイマック何言ってもやっぱり <laughs> あのフュージョンドライブはすごいですよ。ああ、そうですよね。あれをちょっと見てみたい気がしますね。<laughs> まあ、これはもうプレスで言ってらっしゃる方に期待するしかないんですが。であでもフュージョンドライブでももしかしたらあれかな。はい。はい、選択になってるんちゃうか、もしかしたら。ああ<ー>。えっと。標準搭載じゃないかもしれない。 あやっぱりや、フュージョンドライブに変,、はい、変更可能って書いてあるあ,あ、そうなんですねえー、はい、デフォルトじゃないんやはいえー、先ほど松尾さんがさっき見れるたけんで、フラウさんからは、接続が確立した順とかなのかなと、<laughs> 松尾さんだけさっきストアにうまいことつながったから見れてたか、はい,はいはい、そうですね。はい たまたまこうオープン直後に僕がアクセスしたとかですかね iMac <ー>は c t イマックはまだ発売に11月になってるから CT も来ないんですねはいはいはいでみんな忘れてると思いますけど、はい、iTunes の話一切なかったですね、うん、そういえばあそういえば、はい、サイレントもないんかなソフトウェアアップデート一応確認しよう一応、はいはい、確認しよう僕もあ、はい、来た ファイナルカットプロのアップデート来たってすいません全然関係ない関係ないわえ何を今見ようとしちゃったいやあ僕はあのソフトウェアアップデートだ,だからもうマウンテンライオンになってアプリのアップデートもソフトウェアアップデートも,も一緒になりましたけどそこ行ったら、はい、あのファイナルカットプロのアップデートが出てた<ー>ってい <laughs> はいえー とヒロさんからは iPad m i n i w i f i モデルはやっぱり GPS ないんですねまあないんでしょうねそうはないでしょうねイエローマジックさん松尾さん異性人説ということで大体、まああのー、音の素材もこれでいけると思うのでどうしましょうねどっかで行かせていとならだめなんですけど じゃあエンディングテーマとして「うちのレティナはラディオンだ」っていうねそういう13インチの方はあれですからねインテルだけでしたからそういうエンディングテーマでとかそんなんいらないですね。松尾さん作の「瀬戸内海」をちゃんと今ありがとうございます。 えー、そんなわけで深夜3時半ですね、<laughs> お付き合いいただきました、タイムラジオの皆さん、本当にありがとうございました、次回 k t o の皆さんも、はい、音声だけでしたら、すみません、ありとました。け、えー、出すと、まあ、そんな長い尺の絶対作れないと思いますけど、出ますので、はいあのー、興味持たれそうにす、ね。はい <laughs> 6発するいやなんかいやあの、ね、今回ねベースが何もできてないから一から作らないかんからちょっと大変やなと思ったんですけど、はい、いつもはねちょっとベース用意してあるんですよ。はいえー、ということで、はいあのー、また追ってポッドキャストの方でもね番組でこり上げていきますんで、えー、よろしくお願いします、はいえー。それでは次回の配信までオーバー,おー。おやすみなさい。